4つです。今日はね、中央道を走っています。中央道の、下りです。で、今ね、阿智パーキングエリアで休憩して、おいでさっき出てきました。ほんでね、阿智パーキングエリアで、まあ、休憩がてら何をしてたかというのは、これはねちょっと後で言いますね。まず先に、長距離トラックドライバーのお風呂事情をちょっとねお話ししたいと思います。ほんでね、トラックに乗っていない方は、僕らね長距離トラックドライバーがお風呂とかどうしてるんやろうっていうね疑問があるかもしれない。そこでね、ちょっとそういったお話をしたいと思います。ほんでね、トラック乗って長距離やってると、まあ大体週に1回、ね、週末しか家に帰れないんですけど、お風呂ね結構いろんなところで入れるんですよ。例えばサービスエリアやパーキングエリアに、コインシャワーがあるところがあるんですね。で、そういったところで、まあ、大体200円かな、もしくは300円ぐらい払ってシャワーを浴びるもしくは、まあこれが多分一番多いんかなとは思うんですがあの大きなガソリンスタンドですね、トラックの給油のできる、まあ、大きなガソリンスタンドには、トラック運転手用のシャワーが置いてあるところがね結構あるんですよ。そういったところではタダでシャワーが貸してくれるんで、そういったところででもね借りてシャワー浴びたりすることが多いです。あとはね、まあラーメン屋さんに、某ラーメン屋さんにシャワーがあるところがあったり、ご飯どころ定食屋さんみたいなところにもシャワーのあるところもあるんで、まあ、そういったところで食事してついでにシャワーを浴びるという人もおると思うしあと下道やったらトラックステーションね、トラックステーションにはシャワーがあったり、あとお風呂があったりするんで、そういったところで入ってる人もいると思います。あとはね、これ本当に稀なんですけど、なかなかないんですけど、積み下ろしする工場やったり倉庫やったりね、そんなところにたまにねシャワーがあることがあるんですよ。そういったところでも借りる人もおると思います。でね、まあ今日はどこでシャワー
浴びようかっていうのはね、結構重要なポイントになってまして、結構ね、新名神やったり東名の方はね、シャワーのあるサービスエリアとかパーキングエリアがあるんですけど、今走ってる中央道にはね、なかなかシャワー、コインシャワーのあるところがねないんですよ。だからそういった場合はね、高速乗る前に入ったりということにねなるんですが、さあここでね、じゃあさっきあっちのパーキングで何をしてたかと言いますと、これね、結構知らない人、トラックの運転手でも結構知らない人が多いんじゃないかなと思うんですが、これで、これね、あまり知られると混雑するんで、あまり大きい声では言いたくないんですが、あっちのねパーキングには宇佐美の給油所があるんですよ。あ、宇佐美じゃない、エネフリのね給油所があるんですよ。そこにはなんと高速道路上のガソリンスタンドでは珍しい、なんとシャワーがあるんですよ。これでもちろんね、給油したらタダでシャワーを貸してくれるんで、今ねあっちのパーキングで、パーキングのエネフリーで燃料を給油してシャワーを借りてさっぱりして出てきたという次第なんです僕もね、これ最初は知らんかったんですけど、タイミングでね、あっちに入った時にこう、あ、エネフリあるわと思って、それでエネフリで給油したトラックがね駐車場に停めたら、お風呂セットを持ってまた給油所の方に戻っていくんですよ。え、ここってもしかしてシャワーあんのっていうような感じで、これで気づいたんですけど、あのね、僕が知ってる限りでは、いや、まあまあ他にはあると思うんですが、僕が知ってる限りではね、高速道路上のガソリンスタンドにシャワーついてるのはここだけですね。いや、もしかしたら他にもあるかもわからないんで、もしね、知っている方は、ね、できたら書き込みしていただければ、そういう情報はね、運転手同士共有していきたいなと思うんですが、ついてますよっていうようなお話
でした。ということでね。